ちゃくなっちゃった。そうそうそう。まあ全日本の後ちょっとあの大学の卒業論文がちょっと大変だったんで、あんまり練習できてないんですけど、逆にまあ回復してればあのいい走りができると思います。あと舗装路も多いんで結構踏めればあのいけると思います。優勝狙っていきます。全日本の疲れもようやく週末に来て抜けたので、まあそうですね、あの結構リズムがあの使うようなコースなので、まあ、自分もリズムにまた合わせてあの走ればいいなと思いますが。コース自体はどうですか、結構あの舗装路が多いじゃないですか。そうですね、あのハイスピードでテクニカルのところもコーナーが多少あるんですけども、結構あの集団のレースになると思いますが、まあ、そこら辺で自分の力を発揮するポイントを見極めて、まあ、走ればいいんだなと思いますが、まあ、優勝勝ちを重ねてあの拠点できるようにこれから頑張りたいと思います。パワー広がると大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。返す言葉もありません。私はもう文句を語りません。もう2ラウンド1ですね。
関西ガンバ。おめでとう。ついてけついてけ。関西ガンバ。後ろトップ来てる。ナース後ろトップ来てるよ。前と25秒。ナース頑張れ。トップ頑張る。乗ってくれるスーパー。おお。いやーなんかやっぱり練習不足ですかね。なんかもう急にきつくなっちゃって、で離れたらもうなんか集中できなくなってしまって、そしたらパンクもしてるし、もうなんか踏んだり蹴ったりダメでした。自分も最後ちょっと仕掛けたんですけど、また抜き返されて、やっぱシングルトラック運動入ると抜くとこないので、まあそのまま抜けずに行かれてしまったんですけど、まあでも舗装路どこでも仕掛けたりずっと残り4周ぐらいからしてたので、まあ結構追い込んでいたので、まあそうですね、足結構疲れてます。最後はどこで陣決まっちゃった感じですか？本当に最後の向こうの奥の方のシングルトラックのところで、ちょっとコーナーで少しちょっとだけ空いて、そのままずっと行かれたって感じなんですけど、本当に 2,3 メートルのところが空いたまま最後抜けなかったんですけど、
まあ、2人ずっと交代しながらいい感じで踏めてたのですごくまあきつかったですけど、まあ、楽しいレースでした。もう今日はなんとか丸山君には絶対勝ちたいと思ってたんで勝てて良かったです。最初の時にちょこっとだけ離れたじゃないですか。そうですね、あれはちょうど、まあ、自分が先頭を引いてて丸山君が前に出てその時に光が入るか入らないかって躊躇してでそこで光を入れたんですけどそこでどっかちょっと開いちゃったんですよね。これちょっとまずいなと思って一生懸命踏んだんですけど、はい、自分はどっちかというとこういうコースの方が好きなんでインターバルがあるような上りも今日は結構調子よく走れてたんで良かったと思います。まあ、最後オフロード入る前の上りでかければ、まあ、そこしか勝負どころないなと思ってたんでそこでまあかけてちょっと離れて、まあ、あとはもうゴールまでもがき倒すって感じでしたけど、はい、全日本がダメだったんでせめてシリーズ戦のタイトルぐらいは取りたいと思います。